迎えなきゃいけないリーユへの船がもうそろそろ来るみたいだな。波止場に行こうぜ。行く秋も船に乗ってるのを忘れるなよ。小説をなくしたことうっかり言わないように気をつけるんだぞ。いや、みんな、リーユエから稲妻の姿の色姿の彩り祭のガイドなんだ。島まで案内するぜ。あれ、オイラの気のせいか？お前のことどこかで見たような。気のせいじゃありません。私は飛雲商会の阿局です。この船には書道家以外にも画家や機関機関の騎士も乗っているんですよ。以前、機関機関の発明者が飛雲商会まで投資の話を持ちかけてきたんです。旦那様は興味を示さなかったのですが、坊ちゃまの方は支援したいとおっしゃっていました。聞いたところによると、姿の彩り祭でも機関機関の展示とお試しがあるそうで、旦那様から坊ちゃまと一緒に稲妻でこの製品の将来性を確認してきてほしいと頼まれたのです。どこにいるんだ？坊ちゃまは。なあ、ゆくあきが座ったまま寝てるぞ。おや、旅人にパイモン。君たちも稲妻を訪れてきたのかい？どうやら僕たち本当に縁があるようだね。オイラたちは客じゃなくて姿の彩り祭のガイドだぞ。問題ないよ。船の上で小説を読むのに夢中になってしまってね。気がついたら夜が明けていただけだ。そうだ、島に上陸したら勘定奉行に招待状を見せなければならないんだろ。先に招待状を取り出しておこう。ん？これは僕の荷物の下に紙がある。おかしいな、さっきまではなかったはずだけど。オイラたちに見せてくれ。間違いない、この前手に入れた物語のシリーズだ。文字の筆跡まで全く同じだぞ。この前手に入れた物語？港口の層見つけて、そいつに渡せば
モデルとして絵の中に描いてもらえるかもしれない。待てよ、それって。でもこの一瞬で他に思いつかなかったんだ。それってまさか白亜先生に会えるということかい？本当かい？それはよかった。実は以前から白亜先生が姿の彩り祭に参加することを知っていてね、帰還期間の投資価値を見極めるという名目でなんとか父上に稲妻へ来ることを承諾させたのさ。だけどそれからすぐに白亜先生が祭り期間中に五花仙の肖像画を描かなければならないと聞いた。せっかく白亜先生と稲妻へ来ることができたのに会う機会すらないなんて、そう思ってしばらくの間ずっと落ち込んでいたんだ。安心しろ、ゆくあき。確かに白亜先生には仕事があるけど、友達にすら会えないほど時間がないわけじゃない。今からあいつのところに連れて行ってやるぜ。それにもうオイラたちも聞いてるぞ。白亜先生はお前の小説新州集権録の挿絵を担当してるんだってな。君たちも知っていたのか。正直なところリーウェでは全く人気が出なかった僕の小説が稲妻で売れている理由、その半分は白亜先生の美しい挿絵のおかげなんだ。白亜先生は絵の腕もさることながら完成させる速度も凄まじい。最新章の挿絵はわずか数時間で描いたそうだよ。僕の見解だが、あの挿絵には迷いが一切なく実に精巧なものだった。おっと、話に夢中で時間を忘れてしまったね。早く行こう。はあ、アルベドのおかげで行く秋の注意をそらせたな。気づかれなくて済んだぜ。アルベドに会ってもボロが出ないといいんだけど。やあ、旅人にパイモン。ん？隣の方は？白亜先生とお見受けいたします。お会いできて光栄です。僕は新州集権録の作者陳、いえ、お会いできたのに筆名で呼ばせるのは失礼でしたね。僕のことはゆくあきと呼んでください。なら君も僕をアルベドと呼ぶといい。いえ、そんなわけには。どうしていけないんだい？お互い旅人の友達なんだし、本名で呼び合う方が手間も省けるはずだ。それに僕たちはこれまでにも交流があっただろう。そこまでかしこまられるとかえって慣れないよ。アルベドだけじゃないぞ。オイラたちもこんなに慌てた行く秋を見たのは初めてだ。まったく、君たち二人まで機械とばかりに僕をからかわないでくれ。そうだ、先ほど不当で創作大作戦の物語を見つけたんだ。聞けば君はそれを収集しているんだってね。創作大作戦？ほら五花仙物語が書かれた紙切れを探すあのイベントのことだ。前に吟遊野郎が一枚見つけてモデルとしてお前の絵に採用されただろう。ん？ああ、そうだったね。物語は大体把握したよ。ありがとう、大助かりだ。それならよかった。だけどこの物語全く筋が通っていないように見える。どういうことなのか
詳しく教えてくれないか。もしみんな時間があるならどこかで食事でもしながら話そうか。う、それは。あ、ゆこあきは何か用事があるのか。いや、なんでもない。食事といえば志村屋のうな茶漬けがとても美味しいんだ。そこへ行くのはどうだい。志村屋か。だけど今日は風が強いからね。雨遊亭でもいいかい。ああ、僕は荷物を置いてくるから後で雨遊亭で会おう。ふん、やはり辻褄が合わない。うえ、そんな。オイラ結構うまくやれたと思ったんだけど、もしかしてどこかでボロが出てたか。いや、パイモン、君のことじゃない。旅人、どう思う？ゆくあきが怪しい？おいおい、二人とも何言ってるんだよ。パイモン、この詩は君もさっき読んだだろ。ゆくあきからすれば筋の通っていないものだけど、前のものと合わせて読んだならどうだい？合わせて読む？うん、どれどれ。水光は酔っ払って眠ったせいで葵の沖縄の歌をなくした。葵の沖縄は自身のその歌を謎の人物に渡した。これってまさか今日の物語は新収集権録の新刊を盗んだ犯人がゆくあき本人だって言ってるのか。そんなはずないだろう。だってゆくあきは今朝稲妻に着いたばかりなんだよな。実はそれも疑わしい点なんだ。ゆくあきがついさっき稲妻に到着したのなら、なぜ志村屋のお茶漬けの味を知っていたんだい。それに僕が風が強いことを理由に場所を変えた時、彼は何の疑問も抱かなかった。まるで志村屋が屋台であることを知っていたかのようにね。それってつまり本当はもっと前にゆくあきは稲妻に到着してたのに、着いたばかりのふりをしてたってことか。ああ、僕はそう考えている。でもゆくあきが犯人なわけないよな。ゆくあきの夢は義侠心ある人になることなんだ。人助けはしても仁義に背くことは絶対にやらないはずだぞ。落ち着くんだパイモン。僕はゆくあきと初めて会ったが、以前から手紙で交流していたからね。彼の人柄についても理解しているつもりだよ。きっと事情があるんだろう。この物語にもあったが、葵の沖縄が歌を持って行ったのは誰かに脅されたかららしい。ゆくあき、もしかして危険な目にあったんじゃ。今はまだわからない。だけど遊亭は屋内席のみの料亭だから、怪しい者の尾行や盗み聞きはすぐに見つけられるはずだ。あそこで話をした方が安全だろう。真相を明らかにするためにも店では僕の話に合わせてくれ。とりあえず雨遊亭へ向かおう。周囲に怪しい人物は見当たらないね。店の中で行く空きを待とうか。どうしよう。オイラすっごく緊張してきたぞ。行く空きとどう話せばいいんだ。
まず、行く秋が本当に他の人たちより早く現地入りしていたのかどうか確認しよう。もし彼が嘘をついている確たる証拠が見つかれば、それを突破口に真実を言わせられるだろう。彼が来ないうちに、まずは店にいる客と話してみるのはどうかな。何かに気づけるかもしれない。お客さん、注文はどうしやす？大将、今日のおすすめ料理は何だ？そりゃあもちろん、取りたての海鮮さ。ずっと海じゃ大雨が降ってたから、漁船もほとんど出てなかった。だから今日のは全部、天気が好転した今日取ったばかりのもんだ。昨日までは海の天気が良くなかったのか？ああ。さっきもリーユエからのお客さんが船が揺れて大変だったって言ってたよ。寝ること以外何もできなかったそうだ。なんだか役に立ちそうな情報が聞けたな。姿の彩り剤の最終段階で行われる新刊即売会、僕が一番楽しみなのは人衆集権録さ。ああ、なんといっても先行販売限定のサイン本は実に収集価値がある。絶対手に入れないと。以前も陳玉先生のサインを見たことがあるけど、とても整った字で真面目なお人柄が垣間見えたよ。即売会当日は先生も現地にいらっしゃるみたいだから、その時にお姿を拝見できるはずだ。噂によるとすごく若いらしいぞ。おいらの聞き間違いじゃないよな。行く秋が新刊にサインする上に字がとても整ってる、だって。宇宙亭ようこそ。注文なら私に言ってちょうだい。アルベド、後で何を話せばいいか考えはあるか？僕は小説と挿絵の創作について行く秋と話すつもりだよ。もし彼が本当に何かを隠しているなら、きっと僕たちよりも緊張しているはずだ。創作について話せば彼の警戒を解くことができるかもしれない。そういえば、行く秋が短い時間で全く迷いのない挿絵を完成させてくれたお前に感謝したいって言ってたぞ。本当にそう言っていたのかい？それはまたとても価値のある情報だね。実に美味しかった。稲妻の料理は新鮮な海の幸が中心で、とても好みだ。ならよかったぜ。オイラたち、お前があまり眠れてないなら食欲もないんじゃないかって心配してたんだ。この機会に何か聞き出せないか、行く秋と話をしてみようぜ。そうだな、旅の道中について聞いてみたらどうだ？実は僕、こんな遠出をしたのは生まれて初めてなんだ。初めはワクワクしていたけど、会場にずっといるのはやはりつまらないね。そうだったのか。道中何か印象深かったこととかないのか？強いて言うなら船で読んだ小説かな。価値のある情報は聞き出せなかったな。ところで行く秋、旅の途中何の本を読んでたんだ？ああ、お願い、私の千古宮司
という小説だよ。担当から送られてきたんだ。船で本を読むなんて船酔いしなかったのか？僕はコカハの技を得得しているから平気さ。でも確かに船酔いしていた人は少なくなかったね。特に疑わしいところはなかったな。実を言うと海では毎日が同じ景色なんだ。これといった風景もないせいか、みんな到着を待ちくたびれていた。だから稲妻の近くまで来た時は、遠くにある陽光山の頂上を見て、みんな一斉に甲板に出ていたよ。ただ船が進むのがあまりにも遅いせいで、山頂が見えてから岸に着くまで丸一日かかったな。この話も疑わしくはないような。あ、そっか、岸に着くまで丸一日かかったんなら、山頂が見えた時海は大雨だったはずだよな。収穫はあったけど、もう少し証拠を集める必要があるね。行く秋と捜索について話してみよう。小説を読むのは面白いが、書くとなるとそれはまた別の話だ。物語の構成、文章のテンポ、全てがある種の学問だからね。それに興味のあるものを創作するとはいえ、必ずしも満足のいくものを表現できるとは限らない。それについては僕も深く同意するよ。著作、描画、錬金術の研究、どんな分野においても真剣に打ち込めば打ち込むほど本当に満ち足りていると思える瞬間はわずかになるものだ。なんか二人で奥深い話をしてるけど、怪しいところはなさそうだな。ところでアルベド、僕の小説の挿絵を描いてくれた君にずっと前から感謝したかったんだ。僕の小説はリーウェではあまり売れていなくてね。だから実を言うとあまり自信がなかったんだ。でも君の挿絵はいつもその章で一番重要な場面を選んでくれている。僕の表現したかったことが理解されているのを感じたよ。ありがとう。だけど今回の挿絵は少しリスクをはらんでいる。実を言うと僕も少し不安なんだ。娯楽小説の挿絵はキャラクターを描くのが主流だけど、今回の最終章では他のものを描いたんだ。だけどあのシーンは世界の変化を見せるものだ。背景だけを描くというのはとても合っていたと思うよ。怪しいところは何もなかったな。いや、行く秋は今確かにほころびを見せたよ。僕の挿絵は稲妻に届いてすぐに印刷されたはずだから、行く秋は本当なら見たことがないはずだ。行く秋、僕たちから一つとても重要なことを聞いてもいいかい？どうしたんだい？二人とも改まって。ん？それは一体何のことだい？行く秋、実はオイラたち天使から聞いたんだけど、昨日までは海の天気が良くなかったみたいなんだ。だからお前がさっき言った陽光山を見たらみんな甲板に出たって話はありえないんだ。それに珍収集権録の新刊は姿の彩り祭で発売される予定となっている。作者である僕たちですらまだサンプルをもらっていないのに、一体どうして挿絵の詳細を知っていたんだい？ゆくあき、お前本当は今日よりも前から稲妻に来てたんだろう？何か危ないことに遭遇して本当のことが言えないのか？それなら安心しろ、旅人もアルベドもすごいんだからな。いや、そうじゃない、誤解だ。やはりここ数日の睡眠不足のせいで頭が鈍ってしまっていたみたいだ。君たちが僕を探っていることに気づけないとは。
少し用事があって、確かに僕は稲妻に早めに来ていた。どう君たちに説明しようか、少し考えさせてくれ。本当に話しにくいことなんだ。あ、奇遇だね。君たちもここにいたのかい？俺、銀融野郎じゃないか。どうしてここに？ここに店主秘蔵の長年熟成したお酒があるって聞いて飲みに来たんだよ。そんなどうでもいいことだろうと思ったぜ。それはどうかな。実は君たちにいい知らせがあるんだ。さっき九条さらに会ったんだけど、陳州集権録を盗んだ犯人を天領奉行が捕まえたから、もう心配しなくていいって言ってたよ。陳州集権録を盗んだ犯人だって？あれれ、もしかして僕言っちゃいけないこと言っちゃった？まずい。天領奉行が捕まえた犯人というのは、もしかして小野寺さんという編集者かい？名前までは言ってなかったけど、九条沙羅がその人を花見坂まで連れて行くのを見たよ。みんな悪いけど説明している暇はない。早く小野寺さんを救出しに行かないと。行ってちょうだい。そちらは陳州集権録の作者のようだな。他の者まで一緒に来るとは思わなかったが。とにかく連れて行かないでくれ。まずは話を聞いて。陳玉先生、ご心配なく。実はさっき九条様に全ての事情を話しました。黒田も証言してくれたんです。そうだ、ちょうどここを去るところだった。はあ、よかった。いや、よくない。それってここにいる者はみんな知ってしまったということか？正確に言えば、犯人逃亡を防ぐために配備していた毛二小隊の人員もな。なんだか行く秋がショックを受けてるみたいだけど、どういうことなんだ？恥ずかしい限りだけど、大勢の者に知られてしまった今、もはや隠す意味もないだろう。実際この件が僕の責任であることに変わりはない。いえ、陳玉先生、この件は全て私の責任です。皆さん、私から説明いたしましょう。今回の姿の彩り祭で、私は作者のサイン入り新刊を売り出すアイデアを考えました。これは私が八重堂に入ってから初めて任せられた大型企画です。それに八重様からも絶大な支持を受けていました。ですが、作者の先生方と相談する前に企画内容を提案してしまい、新玉先生には多大なご迷惑をかけてしまいました。率直に言えば、僕は書道が得意でなく、サイン関連の企画には向いていないということだ。新玉先生はとても困っていましたが、この企画が私にとってとても重要だと知ると、すぐに船で稲妻に来てくれたのです。共にこの難関を突破するために、ここ数日先生はひたすら字を書く練習をされていました。ですが、一冊のサインにかかる時間は長く、確保していたサインの時間では足りませんでした。そこで考えたんです。新刊を倉庫から私の家に運べば、発売までの期間を使って先生にサインしていただけると。完璧な計画だと思ったのですが、
まさかこんなすぐに気づかれてしまうとは思いもしませんでした。それに加えて私もここ数日ちょうど休みをいただいていたので先生と一緒に家にいたんです。そのせいで現場の状況にいち早く気づくことができずこんな大騒動に、はあ、私はこの企画を通して自分の実力を証明したいと思っていましたがその気持ちが強すぎたせいでこんな結果を招いてしまったのでしょう。小野寺さん、僕も似たようなものだ。読者に字が汚いことを知られたくないという理由からその提案を受けたんだから。それにそもそも小野寺さんは僕の以前のサインに惑わされてしまったんだ。以前八重堂でのイベントで契約作者の直筆サインが展示されたことがあってね。当時の僕は丸一日かけてようやく形と流れが整った美しいサインを出すことができたけど、今考えてみると見栄を張って建前のためのサインを書いたことは自分で自分の首を絞めたことと同義だった。まあまあ、二人ともそんなしょんぼりしないで。窃盗事件が誤解だって分かってよかったじゃないか。それに誰しも人に見られたくない一面はあるはずだよ。そうだぞ、行く秋と小説が無事だって分かっただけで十分だ。小野寺さん、小説紛失の件の真相についてはやはり離島にいる他の皆さんにも説明した方がいいでしょう。わかりました、私から皆さんに謝罪してまいります。じゃあオイラたちも離島に戻ろう。小野寺さん、どうしてここへ？ここ最近はお休みだったのでは？本当にすみません。皆さんにご迷惑をおかけしてしまいました。はあ、まったくあなたは。どうしてもっと早くそれを言わなかったのですか？みんな知っていれば、一緒に方法を考えてあげられたはずです。そうよ。みんなで一つのチームなんだから。困った時はお互い様でしょ。まあ今はそれよりも陳玉先生のサインについて解決する方が重要です。先生、そちらの進捗はどのような状況でしょう。実はあまり楽観的ではいられない。ここ数日夜通しで作業して約10分の1しかできていないんだ。道理でずっと行く秋は眠たそうにしてたんだな。わかりました。村田さん、後で八重堂に戻って新谷さんを呼び、宇遊亭2階の部屋を貸し切ってください。陳玉先生の書道特訓用に使います。はい、主任。実は私の兄が書道家なんですが、兄を呼んできてご指導を手伝わせましょうか。それは願ったり叶ったりです。それを聞いて私も一つ思い出しました。今日はリーユエから書道家の先生が2人いらっしゃる予定です。我々も仕事をご一緒したことがあるので彼らにも頼んでみます。なんだか大変なことになりそうな予感が。陳玉先生ご心配なく、先生ならきっとできます。以前も1週間だけで小説の最終章を書いたじゃないですか。小説と書道は全く別物だ。結局行く秋はしばらくサインから逃げられなさそうだけど、なんだかオイラすごく安心したぞ。以前は僕も一人で研究拠点にいるのが好きだった。だけど今は他の人も一緒になって問題を解決するのも悪くないと思う。重要な情報を提供してくれた謎の人物にも感謝しないとね。それって五花仙物語を残したやつのことか？君たち何の話だい？
ゆくあきにはまだこのことを話してなかったな。なるほど。となると僕と小野寺さんが小説を運んでいたところを誰かに見られていたことになるね。アルベド、君に一つ頼みたいんだが、僕も君の絵に入れてくれないか。今日の件が何とか解決できたのはあの物語のおかげだ。それにこの教訓をより深く覚えておきたいんだ。ああ、いいよ。肖像画の統一性を考えてもそれが一番道理にかなっているからね。その影こそ葵の翁、全ては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の翁はやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。アルベドって本当にすごいよな。葵の翁の肖像画をもう完成させるなんて。ゆくあきは武勇邸で特訓してるみたいだけど、一体どうなったんだろうな。なあ、あの物語を残したやつってもしかして近くに潜んでるんじゃないか。おーい、物語を書いた人、近くにいるのか。ゆくあきのために何か方法を考えてくれよ。ゆくあきはオイラたちの友達で、今回の新刊即売会はゆくあきにとってすごく大事なことなんだ。お、何の音だ。猫か。ふう、やっぱり簡単には現れてくれないよな。もう遅くなってきたし、オイラたちも帰って休もうぜ。明日の朝また港口で船を迎えなきゃいけないしな。